大舎用水大舎用水は、千葉県北東部の利根川沿岸地域の排水と、九十九里平野北部の地域への農業用水の供給を目的とした用水路。疎水百選に選定されている。千葉県、香取郡東野省庁、笹川の笹川用水機場で黒部川に導き入れた、利根川の水を取水し、地下水路を通して、東野省庁の下宇佐台地を越え、 旧椿の海沿岸の道長久保の屋にある浅菱飛び地内の分水港で東幹線、新川水系、西幹線に分岐し浅菱、創作市,市、横芝光町の農地に灌え用水を供給している。昔九十九里平野の北東端には遊水地としての役割を果たしか流の村々の農地の灌えに用いられていた椿の海という湖があったが江戸時代に干拓され、 元禄2年には、日潟八万国18河村が成立した。もともと湖であったこの干拓地は、水害の被害を受けやすく、干拓地の排水を優先した幕府は下流に席を設けることを禁じ、下流では、渇水による被害を受けやすい状況となり、ため池を作るなど、干拓地の排水と下流の利水を両立させるための、様々な対策が取られた。 しかし動力による用水が不可能だった当時でもあり、いずれも抜本的な対策とはなり得ず、水害と干ばつに苦しめられることが少なくなかった。一方、黒部川合流地点などの利根川沿いでも、その後の利根川当選事業の影響や、増水時の遊水地の役割を果たしていた船着き場が、明治以降その役割を終えたこと、また明治43年の大水害の後中城、 包みを用途する治水システムが崩壊したことや、霞ヶ浦水系の分離もあり、増水が直接水位の上昇に結びつき水害に悩まされるようになっていた。そして、昭和初期には排水と離水を両立させるこの大胸用水が計画され、終戦後の昭和25年に完成、ようやく安定した農業用水が供給されるようになった。だが、 大ー根用水完成の5年後の1955年には、塩害が発生し、被害面積は約3200丁分に及び、翌年以降塩害の被害が拡大、1958年には、被害面積は約3万丁分に及んだ。このため、関係市長や土地改良区から、汐止め関建設の要望が出され、建設省関東地方建設局の調査を経て、 1962年5月に設立された水資源開発公団の事業として、利根川川口関の計画が1964年10月に決定され、1965年に着工し、1971年に竣工した。また、大利根用水の施設は、戦中戦後の資材難の時代に施行されたものである。 ためこの間の老朽化が著しく、1970年から全面的な改修が行われ、九十九里平野北部の地域の農業用水の安定した供給に役立っている。ありがとうございます。